すごくこの塩で使ったのが ご案内いたしますけども、今世界の建築家それから学者がいっぱいこの島を訪れますが、彼らが一番注目するのはあの建物です。日本で一番古い鉄筋のアパートになります。ここまで220メートルの遊歩道を引いておりますので、全体で3つのご案内で、ここも踏まえまして3つのご案内でご紹介してまいります。そしてあの場所に行って終了いたしましたら、解散いたします。同じ道また戻っていただくようになります。その時は今度はお客様のスピードで結構です。お写真撮りながら戻っていただく方はそれぞれ結構でございますから、全体で行きに関しては全体で動いていきます。今日はですね、さほどお客様は多くありません。120、30名様ですから、またテレビの取材とも入ってませんので、お客様の時間ゆっくり取れると思いますから、十分ご堪能いただければと思います。今降りていただいた桟橋なんですが、これ当時のままです。この島にとっては3代目なんですね。実は初代2代は台風で流されました。今日みたいな本当に穏やかな波の状態っていうのはこの島あまりありません。今皆さんいらっしゃるこの位置から確認できる、まあ大変な出来事をご紹介しますと、ちょうど2年前です。9月に台風16号っていうのが西日本は接近してきました。この台風の16号の、まあ、波の影響で倒された堤防がその右手前方の堤防です。ですから今皆さんの位置から向こうの海が今日はクリアに見えてますけど、これ本来は見えてはいけないということなんですね。まだ修復できずにそのままです。それから昨今の事柄で言いますと、今年の7月に台風8号というのがやはり、西日本、まあ全島横断したという感じです。この台風によってですね、実はこれから、歩いていただく見学通路全部倒壊しました。それで7月の8日から38日間全く上陸、禁止が出ました。ですから今こうやって皆さんご案内できるようになったのは8月の24日からということです。まだ1ヶ月経ってないんですね。まあ、それぐらい激しいということです。また、今日この中においでになるかどうか分かりませんけど、いつもですと土日ですともう確実と言っていいんですけど、この中にお客様の中にこの島で生まれたとか育ったとか、それから仕事でいたっていう島民の方が必ずいらっしゃいます。その方々ご存じない場所、この場所です。それから今から歩いていくところです。これはあくまでも5年前に皆さんにご覧いただくために作った場所なんですね。じゃあ当時の方々桟橋一緒で、基本的に住居はこの岩礁の裏側です。住居にどうやって行ってたかっていうと、トンネルまでは当時のままです。ただしこちら側の出口がなくてお気づきになった方もいらっしゃるかと思います。正面側に立ち入り禁止のゲートがありました。実はあれが生活道の入り口です。すべて地下道に入っていくんですね。そして地下道を抜けてくるのが黒っぽい建物、あの前に出てきます。そしてこの岩礁の中腹あたり見ていただきますと手すりがあります。この手すりの向こうは道です、歩道です。この道を通って真ん中のところ階段を上がっていって向こうに抜けるか、右奥までずっと奥まで行って向こうに抜けるか、それが当時の方々の歩み方と思ってください。そして正面です、白い建物、学校になります。当時、昭和33年、に建築されてるんですけど、当時としては日本で一番背の高かった高層な学校になります。4階までが小学校、上が中学校です。そしてあの学校の向こう側にはですね、狭いんですけど50メートル四方ぐらいの校庭グランドが広がってます。そのグランドの向こう側には堤防がもちろんあります。その堤防護岸の裏側に最後にこの学校を卒業された子どもたちが一生懸命絵を描いてます。その絵をタイルにしてその護岸堤防の裏側に今も打ち付けてます。これ見てますと本当に、チャイムさえ鳴ると子どもたち今でも飛び出してきそうな、そんな趣もあります。それから学校のそば黒っぽい建物があります。これがこの島で一番大きな建物なんですね。ここから見ると大きく見えないんですが、実はこんな形してます。この字型です。ですから今見えてるのが私の背中と思ってください。右手部分左手部分の塔もあるってことです。1500名が住まれてました。一番上のところ色の違った建物が載っております。あれが保育園です。あの保育園、中に入ってますと今でもわかるんですが、教室の中に日本庭園があります。
そして池まで作ってあって、一歩外に出ますと小さな滑り台の向こうがプールというですね、大変立派な保育園でした。そして、今日この中においでになるかどうか分かりませんが、今海外のお客様がお客様の中の大体2割ぐらい相当します。その海外のお客様、おととしぐらいからおいでになるこの軍艦島においでになるのは、実は007スカイホールという映画があります。その映画のモチーフとなったのがこの軍艦島です。そのシーンで一番出てくる建物はあの建物なんですね。そしてこの上のところそびえ立つように見えてます、当時の三菱社の幹部社宅です。当時5人家族が平均の時に、他の官舎っていうのは6畳と4畳半というのは基本的な間取りです。ところがここだけは6畳6畳8畳リビングまであります。やはり広いということです。そして決定的に違ったのは、他の住居はお風呂は共同だったんですけど、この建物だけは小さいながらも内風呂がありました。やはりこの、軍艦島、三菱さんが築いた島っていうのを建物上今でも分かる建物かもしれません。そして左手向こう側です、錆びた鉄骨が横たわってます。これ実はですね、オブジェのように見えますけど、当時は65メートルの高さがあった立て坑櫓というもんで、今でいうとタワーのようなもんと思ってください。ここ何する場所かというと、ここを起点にして炭鉱さんたちが海底に降りていったり、それから石炭が持ち上がったところなんですね。そして今日若い方もかなりおいでになりますが、石炭というのは仮にですね、このぐらいの石炭を採炭しようとすると、これの3倍ぐらいのいらない岩石も一緒に持ち上がってきます。このいらない岩石のことを九州ではボタって言います。北海道ではズリとも言います。このいらない岩石はもうどうしようもありませんから、北海道でも東北でも九州の炭鉱でも放置してます。そうすると3倍出てくるわけですから、どんどん積もって山のようになってくるもんですから、九州ではこの山になったことをボタ山って言います。ところが軍艦島、ご覧の通りボタ山を作る場所がないんですね。スペースがありません。ですからなんと何に使ったかというと、埋め立てに使いました。ですからこのコンクリートの下はボタです。そしてまたその下はコンクリート、その下またボタ、今気温以上、今日はかなりですね、気温は低いはずなんですが、体感温度は感じていらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思います。なぜかというと土がないからなんですね。照り返しがあるということです。でもまあ当時としては、ひょっとしたら産業廃棄物のすごい上手な使い方したのかもしれません。それが終わりましたら、もう本当に捨てる場所に困って、ないもんですから、今度は今船をつけたこちら側の海に投棄し始めたんですね。そうするとどうなったかというと、海の中に山ができます。つまり浅くなってきて船がつけなくなるもんですから、もうこちら側にもある程度捨てたら捨てれないということになりました。このボタンは本当にどうしようどうしようということになりました。出した結論は非常に大胆なんですけど、この岩礁の裏側、つまり逆側の海に落とそうということになりました。ボタを運ぶのは人じゃなくてベルトコンベヤです。そのベルトコンベヤ、こちら側岩礁側の取り込み口、今そこトンネル塞いだような跡があります。ここに入れ込みました。そしてトンネルを作って向こう側に落とし始めた。理にはかなってるんですけど、実は向こう側は住居空間です。先ほど向こう側に町があるというご紹介 しました。島民の方々はここを登っていって向こうに降りるというご紹介しました。向こうに31号棟という大きな建物があります。これ後ほどご覧いただきますが、なんとこのベルトコンベヤの出口、その31号棟の2階と3階の間から突き出しているんです。つまりマンション住居をベルトコンベヤが突き抜けたということです。その建物を最後のご案内所で、ご覧いただきます。どうぞお進みください。
たけど。おったおった。おってるかもしれない。でも泳いでたぶん結構ですよね。ねえ。泳いだのに泳いだ。いやでもねえ。ねえ。そういう人は。そうですか。泳ぎはまあいいじゃん。はい。はい、それではですね、できるだけ見学、所の方にお入りいただければと思うんですが、ご紹介、ご案内開始させていただきます。上をご覧いただきますと、白い灯台がとっても綺麗に見えます。実はこの灯台は、人々がこの島に住んでた、40年前まではなかった灯台です。なぜかっていうと、この島24時間3交代でずっと石炭採炭します。ですから島から明かりが消えることはなかったんですね。不夜城って言われました。ですからこの灯台は人がいなくなった翌年、昭和50年の12月にできた灯台です。そして灯台のそばには窓のない建物が横に広がってます。これがですね、お水をためた貯水タンクです。何しろこの島、一番暮らす意味で苦労したのは水が全くないということです。一番最初どうしたかというと、海水から塩を抜いてました。そして蒸留水をろ過してました。そしてその後なんですけど、今度は25年間という大変長い間船で運び始めたんですね。ところがどんどん人が増えてきて、それでは当然賄いきりません。それで昭和32年になります。当時としては日本で初めてどころか世界で初めての海底水道が入りました。海底水道ってなんとなく聞いたような聞いたことないような表現なんですが、どんなものかというと、上のところをご覧いただきますと、貯水タンクに錆びた送水管がつながってます。このぐらいの直径15センチぐらいの、決して太くありません。このぐらいの送水管が、これは今でもあるんですけど2本、右手後ろの方を見ていただきますと、うっすらと山並みが見えます。なんか随分遠くのように見えますけど、長崎市の一番南の端の半島になります。 JR の長崎駅から40分ぐらいでやってくる場所なんですが、この方向に向かって 6.5 キロ離れてます。その 6.5 キロの距離を、あの細い送水管、今でも海底に引いてあるということです。つまり向こうの浄水池から引き寄せたんですね。そしてここの場合はちょうど皆さんの後ろのところです。そこのところが取り込み口です。そこから水と電気を入れました。電気は後ほど行く高島から海底ケーブルなんですね。そして水の場合は一旦引き上げておいて、あのタンクに貯水すると。これが入って本当に、当時の暮らし変わったって言います。特に女性は天と地がひっくり返るぐらい楽になったとおっしゃいます。ところがこの島ですね、やっぱり、水に関しては本当に強いトラウマがあったんだと思います。この先、最後のご案内所のそばに、とっても当時としては立派なプールがありました。25メートル、6コース、ちゃんと規定にのっとった町民プールです。ところが、規定にのっとってないことが一つだけあります。それは何かっていうと、お水は真水は使ってません。海水を入れてます。やはりプールなんかに水を入れることを最後まで抵抗感があったんだと思います。ですから、この島の一番の水事情は、本当はプール一番、表している場所なのかもしれません。それから正面の建物、レンガ造りの建物、これが当時の三菱社の本庁です。総合事務所ですから、さっきの幹部社員はほとんどはこの裏側2階に詰めてたと思ってください。そして、9月に入っても同じフレーズを私何度も言ってるんですけど、やっと軍艦島に夏がやってきております。今白くなってます。ペンキを本当に塗ったようになってます。これ何かというと塩です。この辺りですね、波が横にじゃなくて上に上がるんですね。そしてかぶってるもんですから、レンガがもうかなりの塩を含んでます。ですから雨さえ降らなくて、なおかつこういう日照時間が長くて乾燥してくると、どんどんとこうやって潮を吹いてくるということです。まあ、皆さんの町もそうだったかもしれませんが、この長崎もですね、この夏は日照時間が観測史上一番短かったんですね。そして雨もたくさん降りました。そのために8月いっぱいは全く
全くこの白い色が出てきませんでした。ちゃんとしたレンガ色、本来の色だったんです。それが9月に入って本当にまあ不思議なもので、こんなお天気が結構続いてます。そうするとこういう風になるわけですね。これ雨が降ると落ちていくということです。ですから今おいでになるお客様の天候、季節、それから時間帯、午後に来るお客様は実は今の下の方は真っ白になってます。上の方少し薄いです。上の方も同じぐらい白くなってくるんですね。だから時間帯によってもイメージ違う場所になっているかもしれません。それから右手のところです、階段があります。実はこれからお話しすることはですね、今朝日新聞のデジタル記事でも動画が出ております。ぜひ、ご覧になっていただきたいんですけども、これ第二立鉱山橋跡っていって、当時の炭鉱さんたちが海底に行く入り口だと思ってください。当時炭鉱さんたちこの階段を登っていきました。そして踊り場があります。あの踊り場でボディチェックを受けます。何のボディチェックかというと、火の元を持ってないかどうかなんですね。下に行って一番怖いのは石炭がガスを含んでます。これに引火することが一番危ないということです。簡単なボディチェックをして OK な人は岩礁側、向こう側に向かって廊下がありました。そして廊下の向こうにはこんな不思議な乗り物があります。エレベーターをイメージしてください。ただしエレベーターの足場だけだと思ってください。壁がなくて天井がないんですね。その代わりあるのはこういう手すりです。だから見ようによってリングみたいかもしれません。これに乗ったまま炭鉱さんたち、まずここの場合は606メートル直下します。606というとスカイツリーとほぼ同じ高さです。それを3分で降りていくというんですね。ですからもう下に行くと、慣れてない炭鉱さんたちやはり気を失ってるって言います。そしてそこのところが仕事場じゃなくて、その600メートル下を今度は皆さんの左手の方、沖に向かって 2.5 キロ出ていきます。そして 2.5 キロ行ったところで今度は480メートルの斜めの階段を降りていくんですね。やっと入り口です。その入り口の環境どんな環境かというと、体感温度は40度を超えるって言います。そして湿度が96以下あまりなかったって言うんですね。だからその入り口の段階で具合悪くなる人いっぱい立っています。この階段なんですけども、実は最もこの島で長く使ってます。70年間以上使ってます。当時3交代ですから、朝から夕方まで、夕方から夜中まで、夜中から朝まで3交代ですから、多分延べ人数にすると何万何十万人の炭鉱さんたち登っていったと思います。ところがこの階段を自分の足で降りてこれなかった方、実は215名いらっしゃいます。ただこれはあくまでも三菱さんが捉えている記載ですから事故です。本当はもっともっといろんな理由でこの階段を降りてこれてなかった炭鉱さんたちいらっしゃると思います。この階段を一番頻繁に登った人はいくつぐらいですかってよく聞かれるんですけど、80歳ちょっと上ぐらいの方です。まだお元気です。おいでいただいてお住まいになったアパートを、それから今日ご覧いただいているこちらの炭鉱施設の前全部見てもらって、当時と今とどこが一番変わってない、見た目どこが一番変わってないところでしょうとお伺いすると、ほとんどの炭鉱さんたちはこの階段とおっしゃいます。なぜ彼らがこの階段を刺されるかというと、階段よく見てください。黒く、シミのように黒くなってます。実はこれ今日光の関係でも、それから今年の長雨のせいでもありません。70年間何万人の炭鉱さんたちに、何十万人の炭鉱さんたちに登っていって降りてきました。その炭鉱さんたちが実は下のところで、1000メートル下のところで必死で踏ん張った足の裏についた石炭の跡、表情がそのままだとおっしゃいます。当時の炭鉱さんたちのお話も踏まえて、この話をですね、今修学旅行生のもたくさん来ます。平成に、今、2桁、ですから本当に2000年の子どもたちが来たりするんですね。その子たちに炭鉱の話をいくらしても全く分かりません、海外の方もしっかりです。でもこの話だけは絶対差し上げているのはなぜかというと、当時この島においでになった炭鉱さんたちというのは近隣だけではありません。つまり九州だけではありません、全国からです。ですから今日おいでになった皆さんの町からも、ひょっとしたらこの島おいでになった先人たちいらっしゃるかもしれません。なぜこの島に来られたかっていうと、目的はもう一つだけです。稼ぎです。家族守るため、家庭守るためにこの島を選んで来られてます。もちろん自分のために、自分の夢のために来られた若者もたくさんいたっています。ところが当時の、表現そのままに言うと非常に下品な、伝え方になるかもしれないんですが、ケツ割れって言って、ほとんどは長くは続かなかったって言います。やはり自分の夢だけではこの階段登ることは過酷すぎたのかもしれません。逆に言えば何か重いものを背中に背負った方々の方がこの階段は登って行かざるを得ない、そんな階段だったかもしれません。当時の炭鉱さんたち、いろんなことを教えてくれるんですけど、彼らがいつも最後に言われることは、俺が死んでいってもこの島がどんどん倒壊して小さくなっていっても、ひょっとしたらこの階段だけは残るんじゃないかって言われます。なぜかっていうと、当時の自分たちの仲間た
ちの執念がここには入っている、そんなことを言われます。今日ご覧いただいているこの軍艦島なんですが、これ全部自然倒壊です。人工倒壊一切ありません。その中で70年間いろんな男たちがやってきたと思います。その男たちの足元をしっかり支えて、今誰もいなくなって40年経った今もしっかりとその表情を奇跡に残しています。ぜひですね、お帰りの際で結構です、裏側からも見てください。本当に執念残ってるんじゃないかなと思うような、本当に細い階段、第二立て鉱山橋跡です。ぜひ後ほどもう一度ご覧いただきたい場所です。はい、それではですね、最後のご案内状になりますけども、ここからご覧になれる正面の建物は全て住居空間です。最後にこの島で住居空間が間近でご覧になれるのはこの場所だけですので、当時の暮らし少しだけご紹介して終わらせていただきます。この真正面の建物、先ほど少し触れましたけども、日本で一番古い鉄筋コンクリートのアパートです。大正の5年です。1916年、98年前に作られました。間取りは6畳1間なんですね。そしてこれ、ここから見ると見えないんですけど、
上からこう覗み込むようにするとこんな形してます。口の姿、つまり6メートル四方の中庭があります。そこに四面に部屋が向き合ってて、ワンフロアに20の部屋があります。140の部屋があるっていう、98年前に建てられた日本で最古の、今でも RC 造りっていうのはマンションでもアパートでも基本です。これの一番最初はこの場所から始まったということです。それから左手の方です。錯覚ではなくて、これわざと真ん中をひねってへの字型にしています。これ防潮塔って言います。防潮塔ってのは何かというと、防波堤、堤防はお分かりいただけると思うんですが、この堤防の高さは12メートルあります。その12メートルの堤防を波が平気でこうやって中に入ってくるんですね。だから本当にこの島しけてくると、ここの場所どういう状況になるかというと、この建物を越えて向こう側に波が行きます。ですから、あの建物を持って、要は波を切ってる波よけだと思ってください。防波堤の防波堤です。そして先ほどご紹介したベルトコンベアが突き抜けた建物、不思議な建物、あの建物です。場所はですね、奥から2番目の窓の下の方、2階と3階の間に大きな口を開けてます。そこからベルトコンベアが先ほどのところから入って、岩礁を突き抜けて、そしてあの建物を突き抜けて、こちら側の海に向かって落としてました。24時間364日ボタンを落としてました。1日だけ止めてるんですけど、これはお正月でもお盆でもありません。4月の3日です。これ何の日かきっとお分かりにならないと思うんですけど、ここから出ていくご主人、お父さん、行ってきますっていう方も、行ってらっしゃいってお見送りする奥さん、子供たちも、本当に今日ただいまお帰りなさいって言えるかどうか分からなかった、不安でしょうがなかったって言います。ですからこの島の非常に切ない話の一つなんですけど、小さな子供たち2つ3つ物心ついて、お父さんって認識できたら、3交代ですから1ヶ月のうちに1週間程度は真夜中11時ぐらいにここを出て行かれる勤務体系があります。当然小さい子供たち寝てます。ところがその1週間だけはどんなに子供が泣いても騒いでも必ず起こして見送りして走ったって言います。今日がひょっとしたら最後になるかもしれない、そんな危機感が常に家庭にはあったということなんですね。ですからもう出て行った本人、お父さんご主人はもちろんなんですけど、お見送りした家族たちももう最後は神頼みだったって言います。先ほど船内でご紹介しました端島神社っていうのがあります。これがこの島の守り神です。この守り神、端島神社のお祭りが実は4月の3日にありました。ですからさすがにその日だけは全ての作業を止めたっています。そして真ん中のところ、階段上がって大きな口を開けてます。入って左側のところにはカウンターがあってホールがあります。とっても立派なダンスホールがあったところなんですね。実はビーズというアーティストが5年前にここでプロモーションビデオを撮りました。その時に彼らはあの中でワンシーンを抑えたいというオファーあったんですけど、もちろん屋内ですからそれかなってません。それぐらい余韻があるところです。そしてこのへの字型の建物の隣が、席が400あった映画館です。そして岩礁側には住職がいたお寺がありました。そして映画館のそばは、公民館がありました。そして公民館の向こうにはもう一つの防潮塔、ハの字型になった防潮塔があります。この裏側にこの島の一番のメインストリート、端島銀座っていうのがあったんですね。これ何する場所かっていうと、実は水もありませんけど食べ物も全くありません。最盛期、東京が世界一の人口密度だった時の 9.7 倍の人口密度がありました。5300人の人たちが横にじゃなくて、横に住めないもんですから上に住んだと考えてください。その3食分の食材、やはり対岸から船で運んできました。ところが既存のお店では当然そんだけの量さばくこと不可能です。ですからこの端島銀座でちょうど今の時間帯、青空市場が開かれたって言います。この間の日曜日に、45年ぶりに埼玉からですね、来られた元島民の方が来られました。学校の先生された女性です。その先生、一番思い出すのはやっぱり端島銀座のにぎわいだとおっしゃいます。そんな方も踏まえてたくさんの元島民の方はおいでになるんですが、この最後のこの場所に来て一つだけ客観的にこう拝見していると特徴が一つあります。それどんな特徴かというと、この住居空間をお写真にほとんど収めることされません。ふるさとここで間違いないと思います。この場所なんです。ところがきっとこの風景じゃないんですね。当時やっぱりここに人がいて、音があって、勢いがあって、日本の未来って言われた街です。それが今こういうふうな状況になってます。やはり切なそうな表情というのが一番印象的です。今日ご覧いただいているお客様なんですけど、来年世界遺産に向けて、実は来月の4日5日ユネスコの調査がここ最終チェックがあります。その調査を経て来年の6月に、世界遺産になるのかどうかというのが決定出されます。今ですね、この島なんとか守りたいということで、国から県から市からたくさんの援助を受けて資金をいただいて、なんとかこの島保全しようという運動がものすごく広まってます。大変ありがたいことです。
ところが残念ながら今日に至るまで、明日は分かりません、今日に至るまではこの島を完全に守るだけの保全法、建築法、技術、どんなにお金を出しても全世界探してもないって言われてます。ですからこれ以上、今皆さんご覧いただいているこの姿よりもこの島が復興すること、新しくなることは確実にないということです。どうかこの後いいお写真撮りながらまた思い出していただきたいんですけども、それ以上に今感じていただいている皆さん五感で感じるこの軍艦島、ぜひ皆さんの記憶の中に残していただければ一番嬉しいなと思います。全体のご紹介ですけども以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。